質問はですね、蒙古と京満はなぜセットなのかと。まず蒙古とは何かと言いますと、簡単にですね、蒙古とは簡単に言いますと、蒙古と言いますのは、外に健全精進の僧を現じて、内に苔を抱くことです。外面がいいっていう。そう、外面がいい。これを蒙古と言います。いいですね、外面。蒙古と、ね。つまり蒙古っていうのは、いい顔をすることです。いい顔をする。何のためにってなります？認めてほしいから。認めてほしいからではなくて、責められないためにいい顔するんです。でもなんか認めてほしいって気持ちもありますけどね。認めてほしいって思うのはですね、蒙古だからなんです。蒙古、つまり、人にいい顔をするとですね、そのいい顔をしているこちら側の外面の方が自分だと思うようになっていくんです。こっち側が自分だと。ね、確かにそうですね。こっち側が自分だと思うようになっていくわけです。そうすると、ね、自分の内側っていうものが見えなくなる。つまり、本当はそうじゃない心をいろいろ抱えているのに、そういう部分を全部隠してしまう。隠すことが蒙古なんです。隠してるって自分でわかるんですか？隠しているのが自分で自覚できたら、蒙古とは言いません。わからないってこと？わからないってこと。だけど隠すと自分が見えなくなるので急に不安になるんです。皆さんもいい格好してることもですか？いやいや、そうじゃなくて、私たちはそのなんていうんですかね、外にいい顔をするっていうのはね、ひょうたんみたいな状態になるんですよ。
ひょうたん。ひょうたんっていうのは中身が空っぽってことです。中身が空、空だから苔なんです。苔。ね、表面、外側ばかりで中身が空ってことで苔。だから中身がこう空っぽなんです、ね。だから不安になるんです。自分がないってことですか。そう、自分がないってことです。だから自分を感じられないんです。人からこうね、あなたはこういう人ですねって言われてニコニコってね、ひょうたんさんが笑ったとしても本当はそういう人間じゃないわけです。で、本当はじゃあどんな人間ですかっていうと本当がわからない。本当は何かがわからない。でも間違いなく言えることは、人から見られているこれは私じゃないってことだけは分かるんです。演じてるから、いい格好してるから、ね、だから人からこう認めてもらいたいっていうふうに、なんていうんですかね、見てもらっている時は嬉しいけど、人の目がちょっとでも他の方向へ見ると急に寂しくなるんです。ずっと見てほしいです。逆に言うとずっと見てくれないと不安なんです。また認めてもらっても不安なんです。なぜならば本当はどうなんだろうって思っちゃうんです。本当は認めてくれてるんだろうか。そうは言ってるけれど本当はどう思ってるんだろう。そう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 、ね、大事にしているの、うん、大事にしているよ、あ、よかったと、そう思うけども、本当はどうなんだろうと、本心は私のことをどう思ってるんだろう。なぜならば、自分も中身がないから、表面だけで生きているから、だから相手も有意識ですからね、ひょうたんのように見えるわけですよ。だから、ひょうたんの表面でどんなにこう、いい人ですねって言われても、本当かなと。信じられないわけですね。だから、中身が知りたい。でも、中身を壊すのも怖い。相手をね、こう壊して中から何が出てくるかっていうことが怖い。そういうこう、認めてもらいたいんだけど、認めてもらっているような感じがしない。壊したいんだけど壊せない。これが盲語っていうふうに言われます。当然のごとく自分の姿が見えなくなっているので、ね、自分の姿が見えなくなればどれだけでもうぬぼれることができますから。だって現実の自分がなくなるわけでしょ。ね、そうしたら自分は素晴らしい人間だと。そういうふうに思い込むことができるわけです、ね、イカロスの話をしましたよね。昔ギリシャのイカロスはってね、炉で固めた鳥の羽ってね、両手に持って飛び立ったってね、雲より高くまだ遠く雪一つを共にしてってね、そんな人間がですよ、翼をつけただけで飛べますかね、飛べるわけないじゃないですか。それがね、空も飛べるはずって感じで飛んでるわけですよ。なんで飛んでるかって言ったら重力がないから。つまり現実を見なくなったら飛べちゃうんです。この現実の自分が見えなくなると自分を反省することがないから落ちることがないね。だからこうなんていうんですかね、こう上を目指していくらでも上がっていくことができる。だから盲語になればなるほど
言うことがでかくなってくるんです、ね、例えば、まあ、ある講師の方はですね、命をかけてでも文法を伝えます、生涯文法のために命をかけますって言ってた方があったんですね。そう、なんでこんなでかいこと言われるのかな。しかも学院でですよ、言われてたの。いや、ね、もうまさにね、学院をこう、クビになりそうなね、状態で。でも命をかけて、どうしてこんなことが言えるんだろうとかってね。それ現実が見えて。それが盲語というものなんですね。だから自分の姿が見えていないと、なんていうんですかね、自分を反省することがないから、もっと自分は素晴らしい人間のはずってなっていくんです。現状では満足できなくなるんです。だからもっと、もっともっと、もっともっともっと、もっと素晴らしいはずだ。これが狂慢っていうものなんですね。だから普通は自分のことが見えていたら人のことは言えなくなるんです、うん、だって自分も大して変わらないんですよ。人で指摘することなんてできないじゃないですか、うん、ところが自分のことを棚に上げて人のことが言えてしまう、うん、これは自分はまず自分の姿が見えていないっていう意味で盲目ですね。自分はできているとうぬぼれているから狂慢なんです、うん、でこれ必ずセットになると理解していいですか。必ずセットです。盲目と狂慢はセットです、うん、だから真実が知らされると盲目が崩されるとともに評判が崩されていくんです、うん、自信のない人ってのは盲目じゃない。自信のない人は盲目になります、うん、盲目、つまり自信がない人もまた評判なんです、うん、つまり自分の中に非常に、うぬぼれている自分がいるわけです。でそれが奥に入って現実の自分を否定してくるわけです。自分は大してやらないのにね、内側の自分は大してこう本番には出てこないのに指図だけするわけ。これじゃダメじゃないかって感じで、それは狂慢とうぬぼれているってことです。だから狂慢が崩れると落ち込むこともなくなってくるんです、うん、それ狂慢っていうのは、何かと何かを比べて自分が上に立つことですよね。だからできていない人を見てできている人がこう見下すことを狂慢っていうふうに言うわけです。だけどできていない人も自分の中にあるからそう見えるわけですよね。本当は。どういうことですか。だからできていない自分から見てできてない人っていうのは自分の有意識で見ている相手だから自分の中にないものは見えないんです。自分はこのように見ているってことは自分もやってるってことなんです、ね、自分のそばで一緒にこう同僚の方とこうやっている。自分の目から見たその同僚の人の姿っていうのは自分のまあなんていうんですかね、もう一人の自分なんです。
だって実際の相手は私は見えてないんだから。あくまでも有意識に映った相手を見ているだけなんです。人を見てみんなができているのにって思うのは何ですか？人を見てみんなができているのにっていうふうに、思うのはですね、今度は自分はできていない側に立つんです。そのできていない側に立つと分別心なので、ね、いわゆる分別心って白と黒の発想ですから、自分が黒に立つと世界はみんな白に見えるんです。逆に言うと自分ができている側に立つと世界は全部黒に見えるんです。できていない人たちが見える。で、バカにするんです。本当にできてなくてダメだ、本当にダメだな、もう本当にこれもダメだな、政治も本当にダメだな、もう何もダメだぞってね、ダメだってダメだっていうふうに見ると、できてない側にこう立つとね、ああ、野田さんあんなふうにできてすごい、ああ、上さんもあんなふうにできてすごい、ああ、できてすごいすごいすごい、ああ、僕には何もできないんだっていうんだ。つまり黒に立つと白が見える、白に立つと黒が見える、これが分別心なわけです。だからどちらに立っても苦しみなんですよ。自分が黒に立つとみんなができていて眩しく見えて苦しい、ね、で、自分が白に立つと世の中できてない人たちばかりが見えてね、本当に不満しか起きてこない。もっとやってくれたらいいのに、ああしてくれたらいいのにっていう心しか起きてこない。これが狂慢という心なんです。だからできていない人が見えてもですね、それを切り離すことなく一緒にやっていったらいいんです。私たちはこの狂慢、いわゆる白と黒を分ける分別心によってですね、その黒が見えると黒を切り離そうとするんです。いわゆる自分の中にある黒を切り離していこうとしてしまうんですね。でも自分はどんなに黒を切り離そうとしても自分の中にあるものだから捨てることはできない。これを上へ負にっていうんですよ。上へ負に。上へ負に。白と黒は二つに分けることができない。その二つに分けようとする心によって全ての苦しみが生まれてくるんです。結局なんで盲目になってしまったのかって言ったら、本当の自分はこの中に入っている自分には黒い部分があるからなんです。だけど自分はその黒い部分を見たくないし否定しているから、だからなかったことにしようとしてしまうんです。生まれつき黒いものがあったっていいやと思える人っていますか？生まれつき黒いものがあっていいやと思える人は仏様だけです。残念ながら私たちは過去性がありますから、過去性において、黒い部分を完全に認めてもらえた人って仏だけですから。だから黒い部分を私たちは生まれつき否定するようにできてるんです。もちろん両親も否定してきますけど、
して黒いものがあってはいけないんだ、白じゃないといけないんだっていうのがこのイカロスの話で言ったらね、どんどん上を目指していくっていう心なんです。だから自分の中にある黒い部分を否定すれば否定するほど否定しきれないので隠すしかないわけですよ。ないことにしないと、ね、本当はあるんだから見ないようにしない限り ないことにはできない。だから猛虎によって隠していく。隠すとどんどんと舞い上がっていくわけです。これが気持ちのアップダウンにつながるわけですね。だから自分が白としてこう折れる時には気持ちが舞い上がり、今度は自分が黒になったと思ったらものすごく落ち込みっていうことで、この分裂心が強ければ強いほど気持ちのアップダウンが激しくなるんです。で苦しむ。だから幸せの時は舞い上がるように幸せだし、何かあるとですね、もう奈落の底に突きつけられたように落ち込む。こういうの仏教ではその心の起伏が激しいっていうふうに言って、苦しみの象徴なんです。だから菩薩っていうのはそのこの感情の起伏がほとんどなく一定なんですね。舞い上がることもないし落ち込むこともない。なんで舞い上がることがないかって言ったら、現実の自分をその忘れることができないからです。だから自分のことを棚に上げて人のことを指摘はできません。ある団体ではなんか自分のことを棚に上げて人のことを指摘しなさいと、もっと指摘しないから変われないんだ、ね、それはね、指摘すればするほど、ね、変われます。自分の世界の中では、ね、変わった気がするんです。なるほどね、はい、共犯によって。だからわしは本当にこうみんなから尊敬される素晴らしい人だっていうふうに思えるわけです。うん、思い込みが強くなる。そう、思い込みが強いわけです。はい、私はこんなに頑張ってきたからこんなに素晴らしい人間になったんだっていうふうに思えてしまう。本当にそう思います。本当にそう思います。はい、思い込みます。なぜなら見えないからです。本当に。仏教っていうのは法教だとかね、自覚教だとかね、自分の姿が見えていくっていうふうに教えられながら人を責めていると見えない。これ非常に恐ろしいことだと思うんですね。見えてても、許せなかったら、それは責めます。それは、もうじゃないですか。それは、猛虎でも、まだ弱い猛虎なんです。猛虎にはね、全部で何段階かあってですね、一番高い猛虎っていうのが、私は悪いことだとしていいな、これが最高の猛虎。もう見えなくなる。ね、人を責めても方便なんだ、嘘をついても方便なんだ、ね、悪を善にすり替えてるということですね。そう、悪、いやいや、悪を善というか善なんです。悪と思ってない。善なんだ、ね、この人はね、こうやってご縁を結んだんだ、ね、私が大学を偽らなかった、この人はご縁を結ぶことはできなかった、ね、だから大学を偽ることはこれはね、嘘だけど、この人がご縁を結ぶためにやったということは、この嘘も善行方面なんだよ、ね、
いいことでしょう。もし私が大学を偽らずに本当の大学を行っていたら、この人はご縁を結ぶことができたでしょうか。いや、結べなかった、うん、ね。そう言ってましたね、はい、ということは、私がこうやって嘘を言ったことも、嘘も方便なんです。ね、いいことでしょ。仏様はそういうことはないんですか。また一見も、はい、仏様は一見そういうのできされそうな感じもするんですけど、はい、また違うんですかね。仏様もご縁を結ぶために大学に伝って勧誘することをするかってことですか。はい、しません。しません。うん、今大学を偽って勧誘するかってことですよね。うん、そういう方法は取らないってことですか。だってそれって短期的にバーッとこう、なんていうのかな、ね、なんていうんですかね、狩りのようにこう人を増やしていくっていう方法は仏様はしないんです。そもそもそういう神官みたいなね、こうサークルを偽ってね、宗教団体なんだけどこう偽って勧誘活動をするっていうことは仏教のやり方じゃないんです。サークルでこう、なんていうか、囲い込んで、他のサークル見ていったらね、他のところに心が奪われちゃうから、徹底的にこう、囲い込んで、こう、話をするっていうようなことを、仏教はしないんです。ね、なんでこんなことするんですか。仏教ってのは真実がここにあって、どこ行っても、ああ、仏教で教えられてる通りなんだっていうことが仏教なんですよ。ね、孫悟空の話なんですよ。孫悟空とほどね、お釈迦様の話で、孫悟空が金斗雲乗って、ね、世界中を回っていったわけですよ。ね、世界の果てまで行ったんです。だけど世界の果てまで行ってもお釈迦様の手の上だったんですよ。ね、だから別にね、このサークルに入ろうか入るまいか。ね、どこに行こうか離れようかですよ。この仏教という真実から逃れることはできないんです。これが仏教なんですよ。仏教で教えられている真理っていうのはどこへ行っても真理なんです。逃げれない。攻めたら攻められるような気がして苦しむ。逃げれない。仏教を聞いてるときだけ、ああそうだ、因果の道理だから危ない、気をつけないと、じゃないんですよ。仏教を聞いていなくたって、真理は真理なんです。無常は無常なんです。何にもこう、仏教という真理からね、こう、抜け出してないんですよ。お釈迦様の手の中にいるんです、どこに行っても。だから囲い込んでこうやってやる必要ない。別に他のサークル兼務したっていいんです。仏教を聞いて他のサークルに入ったらやっぱりどこ行っても仏教って正しいなっていうことばかりが知らされるんです。社会に入ってもやっぱり仏教だな。どこへ行っても仏教なんです。だけど囲い込むっていうことは仏教じゃないから囲い込む必要があるんです。外からの情報が入ったらね、こう何て言うんですかね、マインドコントロールが解けちゃうじゃん。情報を与えちゃダメなんです、ね、仏教の真理って情報がやってきても、ああやっぱり仏教って真理だなっていうのが仏教なんです。次元の違う話なんですよ。だからお釈迦様が使われるね、嘘も方便という嘘はどういうことかって言ったらですよ、お釈迦様、私はやっぱり仏教を聞かなくて外で仕事をやった方が幸せになれると思うんです、いいですよねって言ったらね、そうか、そう
そう思うならやってごらんって言うんです。これを嘘も方便。外に行って幸せなんてないよ、うん、ないけど嘘じゃん、ここが、うん、嘘でしょ、嘘、うん、こういう嘘つかれないんですか。つかれます。それは真実を言っても受け止めてくれないからなんです。そういう時しか使わないんですよ、うん、何よりもあなたと私とのご縁を、ね、大事に思うから真実をあえて言わないっていうことがあるってことなんです。こう、こちらに引き入れるために嘘をつくってことはしない。お釈迦様の使われる嘘っていうのはね、もう真実を言っても聞いてはくれないときに使うんですよ。いや、そんな外行っても幸せなんてないよね。私たちは言いたくなるじゃないですか。こう、何々来る、外行っても幸せなんてないんだよ。ね、仏教しかないんだ。何を言うんですか、行ってみなくちゃ分かんないじゃないですか。何、死んだら地獄行くんだ。仏教さんと行くの地獄だ。それでもいいのか、ね、死ぬでしょうね。何、もう最後のチャンスだぞ。ここから働いてたの、もう帰ってこないぞ。そして出て行って戻ってこれます。いや、本当のこと言っても現実的に効果がないっていう時はあえてそういうふうに言ってる。そう、うん、こういうの方面って言って相手との最後の絆を、ね、うん、切らないためにいいですよっていうふうに。それとかこう、ね、この彼女はどうですか、上田さん、お付き合いした方がいいですか。ね、きっと苦労するだろうな、分かっていても、うん、いい彼女ですね。これも嘘ですよね。だけどそれはこの彼女と一緒になって苦労したらいい。苦労した方が仏法が効ける。苦手は苦悩だ。この人は天涯孤独の身、一人じゃ仏法を求められない。ね、こんな女性でなければ一緒になることはない。そしたら一生涯仏法を求められないぐらいなら、こんな大変な女性と一緒になった方がね、だってでも仏法が効けた方がいいでしょ。ね、ね、しかも顔も可愛い、若い、ね、語はちょっといまいち。だけど、ね、なんていうんですかね、これ以上高望みすることはできないじゃないですか。この場合、うん、いいご縁ですね。これはどうですか、いいご縁っていう嘘ついたことにならないでしょ。いいご縁ですね、お付き合いしたらいいですよ。これ嘘ついてることになります？なると思いますけどね。そこまで説明していいご縁っていうわけじゃないですか。いや、そんなこと言ってもわかるじゃないですか。そんなことはわかるんです。ね、そこはこうあえてこう真実だって、方便っていうのはね、真実に近づけるために必要なものを方便って言うんですから、うん、その人が苦しむか苦しまないかじゃない、基準が必要だとは思いますけど、嘘か嘘じゃないかってやっぱり嘘ですよね。いやいや、だから言ってないでしょ、苦しむとかなんとか、いいご縁です、いいご縁。でも相手がそれをどう受け取るか分かっていってるんですよね。もちろんですけど、もちろんですけど、いいご縁ですね。非常に意味の深い意味、印象の言葉ですね。でもそれでもしその方が散々な目にあったら、いいご縁って言ったじゃないですかって言われるんじゃない。
うん、そう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 。その時は、すいませんでした。なかなか知恵がなかったばかりに、こんなことになってしまう。謝る。でも分かってますよ、こうなるってことはね。百も千も承知だけど、ね、やっぱりこう、苦労させてあげたい。言われた方としてはやっぱり騙されたって思うんじゃないですか。はい。そうですかね。本当によかったらね、いや、ぜひこの人と一緒になったらいいですよっていうふうに言うもん。本当によかったら言いますね。いい声。言い方が違う。僕ね、大体ね、この人絶対いいから一緒にっていう人はね、相手も、いや、でももうちょっと他の人を見てからとかね。いや、絶対この人がいいって。他の人はよくない。ここの人でやった方がいいって。いやいや、ちょっとちょっと。って言うもん。僕、大体こうね、いいよっていう人はね、相手は語が違いすぎるからさ。大体この人がいい人だねっていう人はさ、グーゴーでさ、うん、ね、で、その人の悪合率が高ければ高いほど、その、なんて言うんですかね、苦しむわけですよ。もう絶対、絶対その、なんて言うんですかね、騙してないよ。騙してない。だってこの人はどんな人と一緒になっても、もうこの運命が待ってんだから。そうですね、語は変わってませんし、そうそうそう、で、語が変わるチャンスが独身であるかないかなんです。ないなって思ったらね、いいご縁ですね、うん、ね、それがその人にとって乗り越えられないほどの壁であったとしてもね、まあ、一か八かってあるじゃないですか。これやっぱり分かってない果たしてこの人に乗り越えられるだろう。最後は適当なんだ、はい、最後はだってね、はあ、阿弥陀様次第ですから。私はまあある程度は分かるけど、この人にここまでのご縁を乗り越えられるかどうか分からん。それは誰に関しても分からないものなんでしょうか。誰に関しても分かりませんね。その本当の実際のところは分かりません。仏縁っていうものは本当に不思議なもので、ある程度は分かりますよ。どういうことが待っているかっていうことは分かりますけど、そのご縁をその人が乗り越えられるかどうかは分かりません。それは長年その話を聞いてきた人でも分かりません。はい、いろんな力が必要だからですかね。そう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 、自分だけじゃなくていろんな周りの人が支える人たちも必要ですので、そう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 、つまりその人が最後まで私たちを信じて連絡を取り続けてくれたならば、それは超えることができるし、そうですね、苦しくなって連絡を絶ってしまったらそれはもうそれで終わりなの、うん、そうですね、最後は。はい、そこまでわからない。だからあくまでも仏様の使う方便っていうのは、その真実に近づけるために必要なものです。そしてそれは真実をたとえその場で言ったとしても分かってもらえないもの時に方便として使うわけです。特にね、その間が欲にかけてね、この人がいいんですって言ったらさ、ダメとは言えないじゃないですか、うん、もしもうダメだって言ったらもう離れてしまう可能性ありますわね。そう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 、ね、それが方便なんです。私たちはその使うものは自分にとって都合のいいことをすることが、まあ、いわゆる嘘なんですね。ね、いわゆる先を見てこの人が幸せになるようなことを使ってるわけじゃないです。
この人もね、いやきっと上田さんはね、この彼女と一緒になるなっていうふうに言われるんじゃないかと思って一回切ってるわけですよ。その判断は賢明であると。でもそれでもくっついてきた。ね、来るものは拒まず、去るものは追わず。きっと何かこう深い因縁があったんでしょう。ね、やっぱり切っても切れない関係っていうのはありますからね。腐れ縁みたいな。この場合、この人にとってこれはやってくるべきご縁かもしれないじゃないですか。そしたら、まあ、私はわからないので、本当にこれは仏様のご褒美かもしれないわけですから、それに対して無限に、いや、私のゲスの勘繰りでね、こうした方がいいんじゃないかなと思って出す判断が正しいかどうかわからないので、運を天に任せて、こう見守っていくっていうことも大事なことになるんですね。わかります。一つの流れみたいなものがあるので、その流れに沿うのが禅師の何て言うんですかね、普通です。だから流れに反するようなことはよっぽどのことがない限り言います。だから、その前置詞がね、これ絶対ダメっていう時は本当にダメな時だけなんですよ。この一歩を、ね、踏み出すと、あらゆる選択肢がもう全部苦しみになると。そして抜けられない蟻地獄のように落ち込んでいくと。で、いよいよ苦しくなってから助けてくださいって言っても助けられない状態になると。そういう時しかダメなんていうふうに言わない。よっぽどのことです。ダメだっていうふうに言うときは、前置詞はね、うん。それ以外は大体ですね、流れに任せて、そのまま受け入れてくださいと。こういうふうに言います。ただその流れに任せて、その人にやってきたものっていうのは、はい、やっぱり受け入れて解決していかなければならない。そうですね。流れに従ってやってきたものは、その人の業によって生み出されたものだ。だからそれを遠ざけてもまたやってくるんですよ。そうですね。だからそこは受け入れていかないといけない。そして受け入れていくことによって狂慢が打ち砕かれて、猛虎が破れていく。で、信心が生まれていく。だから受け入れてくださいって言われます。猛虎っていうのは嘘ですよね。はい。私は仏教を始めて聞かせてもらったときに、その嘘っていうのはすごくこう恐ろしい結果を生み出すってことをお聞きして、はい、私ちょっと震えるほど怖かったんですね。はい、今でもその嘘をつくっていうことは本当に幸せになれないんだなっていうことがすごく感じるんで、はい、その妄語とかその嘘ってことについては非常にこうなんか私敏感になるんですね。はい、ずっと自分が嘘をつき続けてきたからです。そうですね。で、妄語っていうのはまず一番最初はですね、人を責めるところから始まるんです。それも妄語なんですか？妄語です。だって自分がそういうところを持っていないから人を責めるつもりなんですよね。はいはい、そうですね。ね、でももし自分が持っていなかったら人の悪いところは見えない。だから見えてるってことは自分持ってるんです。持ってるのに人を責めると自分の悪い部分が隠れてるんです。これが妄語なんです。だから妄語の中の一番軽いものはですね、人を指摘すると同時に、ああ私はやっていたな、人のことはとても言えないっていうふうになるのが一番優しい妄語。でもだんだんとこう指摘し始めるわけですよ。ね、まずは心の中で指摘する。不満が出てくる。あんな風に言わなくてもいいんじゃないか。あんな風に、ね、しなくたっていいじゃないか。というところから始まって、だんだんと口に出すようになる。ね、お前悪いことしたんだから、やっぱりこれはちゃんと言っていかないといけないっていうね、なる。そしてやがて、悪いことまでいいことだというふうに言い始めるようになる。
どんどんこう重くなっていくんです。もうっていうか。だからたとえどんなに相手が悪かったとしても、相手を責めてはいけない。はい。もうです。どうやったら減るんですかね。どうやったら減るか。それはね、川の流れのように緩やかです。まあ川の流れのようにですね、こうがまあなんていうんですかね、円が熟してやってきますから、自分の姿を見せてくれるようないろんな円がやってきて。でもうこんな人と一緒にやりたくないっていう時に、まあ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 っていうことでなくなってきます。もうこんな会社やめてやれっていう時に、まあ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 っていうことで消えていく。もうあの人の顔なんて見たくないっていう時に、まあ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 ということによって消えていくと。じゃあもうその同僚と向かい合いなさいっていうか、観察してくださいって言われたのも、はい、ここがやっぱテーマ。そう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 。盲語と狂慢、向き合えば向き合うほど狂慢の心が減っていく。はい。なんでこんな強くなっちゃうんですかね。はい、なんでこんな強くなっちゃうか。それはね、人を責めてるから。人を責めたら盲語と狂慢が強くなる。そうです。そういう心を増長させるのが昇華の心とか、妙門の心とか、利用の心とか、そういうものをいわゆる競争するとですね、責めたくなるんです、うんね。またそういう損得感情が絡んでくると責めたくなるんです。妙門ってね、認められるとか認められないっていうことを問題にすると責めたくなるんです。全部責める縁なんですよ。そういうものをかきたてていくのが今の社会なんです。だからだんだんとみんなもう思います。競争する心って恐ろしいですね。はい。だ攻めることをやめていけばだんだん減っていくと考えてもいいですか。そう、攻めるということをやめていけば、攻めるということをやめていくということはね、競争する気持ちがなくなるからだんだんやる気がなくなるんですよ。ある意味さら抜けていくと、はい、だけど責めることをやめるから心も楽になっていくし、人の指摘みたいなものですね、そういうものも受け取れるようになっていく。とにかく人を責めるのは良くない、ね、人を責めるとね、本当にもうね、人の一言一言が責められているように感じます。よく言うんですね、自分はね、人に対してね、いろんな指摘をしながらね、いや私は別に指摘したわけじゃない、アドバイスをしただけ、ね、人が何か言われた時は、なんでこんな私を責めるのとかね、こういうのはもうだからね、人のやっぱり人を責めるとね、本当苦しくなるんですよ。うん、やめた方がいいです。もうやめた方がいいって、やめられるんだったら楽ですけどね。ねえ。やっぱりね、出ちゃいますね。出ちゃうんですよね。それはもう報いを受けて苦しむしかありません。なんかね、出ちゃうもん仕方ないもんって言うとね、出ちゃうのはその人の勝手ですけど。私が言ってるのはね、私が困るから言ってるわけじゃなくて、あなたが困るから言ってるんですよ。ね、因果の通りですから。出ちゃうも仕方ないもんな、そうか、じゃあやってくるけどいいですよねっていう。やってきたくはないですよと。いや、私もね、これ責めることは良くないって、もう、重々わかります。わかります。でも、やっちゃいけないと思わなりますよね。でもね、やっぱり理不尽、私勝手にですよ、はい、理不尽なことやられたり言われたりするとね、
りね、何考えてんのあんたみたいなね、やっぱりね、思いが出るんですよね。もうそんな後でね、もうしょうがないって思いますよ、自分でね。もう終わっちゃったもんね、もうしょうがないやとか思うけど、どう言ったらいいんでしょうかね。なかなかね、もう私は一体、これから先一体何回仕方がないと思い続けるんだろうとかね。本当にね、この責めないに、ね、いられる日なんて来るんかなとかね、思いますけどね。うん、それは、蒔いた種ですから。結果やってきます。責めれば責めるほど、あ、どうしたらいいじゃん、でかくないっていう気持ちが強くなる。でも皆さんがね、一緒にやりなさいって言うからさ、私一緒にやりますけどね、そうじゃなかったら私特に切ってますよ、もう。だからそれが苦しみをみなしますのでね、頑張って、これが苦脈動ですよ。でも時々ね、やっぱりこう見てるとね、やっぱかわいそうだなと思う時もあります。今までそういうこと思わなかったですけどね、はい、ちょっと大変なことになるだろうな。そう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 、うん、それは感じるときはあります。報いを受けないと責める心は減りませんか。減りませんね、やっぱり。そんな懲りないと、ね、やっぱり私たちはね、無知骨に応えて初めてこう動き出すダバですから。弁慶を見て驚くのこうですよ、あ、やっぱりやるちゃダメだで、無知毛に触れてとかね、あ、ちょっと言ってしまった、いや、もう やめようで、無知肉に当たってってね、ああ、やっぱり今責めるとこんなふうな苦しみが来るんだ、やめよう、そんな素晴らしい人じゃないですかもう何回も何回も結果がやってきてもね、動き出さないね。でもう皮がむけて肉がむき出して骨に応えて初めて痛て痛て痛て、よっこらしょとよっこらしょ、これが人間ですから。こういうのが知らされて、ああ私は本当に悪しかできないものだ、知らされていくんです。本当に悪しか作れないですよね。はい、そうです。それが罪悪感が深まるということです。責められる環境にいても妄語と共慢が強くなるってことはあるんじゃないかなと思います。責められる環境にいたらもちろん妄語と共慢も強くなりますよ、うん、そう。その中で仏法を聞いていくと真実がこう入るからね、責められる環境の中でも妄語をね、していかなくなっていく。